レンジです。アリサだよ。チャイルです。こんにちは、ミナです。チャイルです。研究生のミナツです。今日はほのかちゃんの毎日メイク紹介。2021年の最終決定。最近めっちゃメイク変わってるんで。うん、順番に他のメンバーも。楽しみにしてくださいね。全員分コンプリートしてください。そうだね。レッツゴー。はい、で今あの下地とコンシーラーはもう先にしてるので、うん、その紹介をします。下地はリセリシェトーンアッププライマーです、うん、コンシーラーはオペのコンシーラーとペリペラのコンシーラー、うん、これはニキビとかに使ってます。赤みを消すやつで、こっちはちょっと、うん、あととか、まあ、ゴリゴリに残ったやつを消してます、うん、カラコンがレンシスっていうブランド、うん、サンドブランドです。今つけてるやつ。つけてます、ね、ほのかちゃんのカラコンめっちゃ可愛いんだよ。口黒いね。口が可愛い。え、可愛い。じゃあ最初にまず何を入れますか。はい、保湿のリップを塗ります。あ、でディオールアディクトリップマキシマイザー、うん、ピンクリップ。みんな使ってる。これはこのあちゃんに誕生日プレゼントでもらいました。これピリピリしてクックになるやつです。あ、そうなの、うん、次、あ、パウダーします。おキャンメイクのシークレットビューティーパウダー01、うん、かわいい。かわいくない？みんな使ってますよね。見て、うん、え、すごい。底見えしてます。目にやります、うん、あ、なんかまつげとか眉毛とかに塗るといいって聞きます。え、そうなんだ。なんか液体を下地とかで塗った状態でやるとノリが悪くなる。ここら辺は塗らないです、うん、なんかツヤ肌にしてみたいんですよ。まあできないんですけど、なんかだからパウダーを塗らないようにしてます。じゃあ次は何しよう。アイシャドウにしますか、うん、ロム&のラム&ベターザンアイズ03ドライラーグラスのこの色を全体に塗ります。これアリサちゃんにももらったし、ファンの子にもいただきました。薄い色を全体に塗ります。多分でここと、うん、ここと、うん、ここ、うん、あ、下まぶたにも。そうそうそう、上まぶたの目頭の方には塗らないんですか。確かに塗らないですね、なんかずっとなんか腫れぼったくなるって言った。そうそうそう、そうね。で次にこの2番目に濃い色、濃い色を目尻にちょんちょんってします。まあ、あ、下？下です、うん、なんて言うんですか、ね、三角ゾーン、うん、らしいですあの、なんか細めの筆一番濃いを取って、うん、ここになんか塗りたいの。ここ、こうやってやってんの。なんかみんなさ、こうやって引くじゃん、うん、それがうまくできないから昔からずっとなんかこうやって、で、うん、濃いやつを取って、はい、一応入れます。上にも、うん、上と明日にも一応なります、うん、目尻だけ、ほぼ目尻側にすごい、涙袋がびっくり、うん、できてるかな。できてる。完成？いやなんか最近このキャンメイクのパーフェクトワイチアイズの04番、うん、この色あるじゃないですか、この色、まあ、とりあえず上に持っとこうっていうやつです。かわいい。ほぼ色え、そうなるかもね。ブラウン似合うのがすごい、うん、え、逆にピンク似合う人すごい、うん、すごい。ピンクはすごいね。気によって変えてるんですけど、うん、この3つのどれかで、うん、二重のとこを引きます、うん、延長線と、うん、ここ内側に書いてます、どれにしようかな。これにします、うん、これはめっちゃ描きやすそう。カラーキーっていう韓国、中国ブランドの03番のアイブロウです。全体じゃなくてここ、まずここ目の二重始まったところの最初とここの、そうですね、それです。終わりです。二重幅がはっきりする、うん、これは結構ブラック目の色です。涙袋です、はい、セザンヌのパールグロウハイライト01番かセザンヌトーンアップアイシャドウの05番の一番白のやつか、こっちをどっちか気分で入れてます。
影は入れない。影は入れない。粒子が細かいね、綺麗だよね。ちょっとできました。あとハイライトを取って目頭に塗ります。まあ、気持ちなんですけど何があるか分からないです。なんかよく塗ってる人が多いので塗ってます。なんか目が近くなる。あ、ちょっと塗ってみる。めっちゃいいじゃん。私アイラインが私マジで下手くそなんでマジ参考にしない方がいいんですけど、あのセザンヌの角スタイライナーか。うん、あ、すいません。いきますよ。はい、はい、終わり。おお、目尻だけだね。そう、じゃあゆっくりやりますね。あ、え、意外と色出んだそれ。そうだよ、結構出てる。ちょっと、左右非対称だけど、まあそういう時もいいよね。完成です。で、マスカラを残して目は終わりですね。はい、で次は最後です。なんで特にって言わない。特に面倒くさいから。セザンヌのミックスカラーチーク20番シェーディングですね。うんうんうん、正直やり方が分かんないんですけど、私は高くしたいっていうよりかはもうコアな、もうこうしたいんですよ。あー、分かる分かる分かる。ちっちゃいよ。もうこうやってしたいんです。もう鼻が一番嫌いなんですけど、うん、こう入れてこう入れてこう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 みたいな人がよくいるので、うん、真似してます。これで気分的にこうやってやってます。あー、ぼかしですね。顔のシェーディングもしちゃいますね。はい、気持ちだよね、これも。メイクは気持ちの問題なんです、こういうの大体。人によって価値観が違うから、うん、濃いか薄いかなんて。そう、個人個人、うん、その人がいいと思えばいいの。そういうこと。誰かのためにやってるわけじゃない。自分が良ければもういい。自分を可愛く見せるために。そうだ。なんかめっちゃ反応してるみたいな。誰も何も言ってないの。おハイライトをします。さっき使ったやつだね、涙袋。そうです、涙袋にセザンヌのハイライトを塗って、チーク、セザンヌのナチュラルチーク N17 番を、うん、一緒。これを鼻先この辺にハイライトと同じぐらいにちょっと今濃いめにつけますね。うん、うん、こういう感じでつけて、こっちもまあいいよね。その色かわいいね。かわいいよね。めっちゃかわいい。あ、チーク口の上にのせるんですよ。初めて聞いた。私のせてると思ってた、ずっと。のせてないです。かわいい唇してるから。ね、なんかもう気持ちいい。うん、ぷっくりするの。そうなんですよ。へえ、鼻とかは終わりですかね。おお、はい、残すはまつげと、まつげですね。眉毛はもう、うん、もう私できないんですよ。エチュードハウスドローイングアイブロウペンシル、ダークグレー、これを、じゃあ先にこれで綺麗にして埋めてシュッみたいな、うん、じゃあビューラーをしていきます。戦えるかな。ビューラー本当大事ね。まつげって本当に大事。そう、本当に大事。まつげってだってすっぴんでもまつげあげるだけでなんとかなる。マジ。え、みなっちゃんなんかある。まつげをこうやって挟むじゃないですか、うん、だんだんこうやってやるのが下に下げていく感じで、うん、あ、ついてる。いいから、それ根元でこれやったら最後に根元をガッと上げると。あ、そう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 、そうそうそう、うん、うん、まつげだね、うん、え、めっちゃ綺麗。どうして、綺麗。本当だ、綺麗だそうです。デジャブマスカラ、ラッシュアップマスカラ E1 黒ですね。最近これにしました。みなっちゃんからおすすめを聞いてやっと買いました。そう、リリカちゃんのフリだから。下からなんか鏡を見てやるとなんか失敗しにくいって言い方で見ました。え、でもこっち綺麗じゃん。うんうん。こっちあれ。いや、でもいいよ。本当ですか？優しいですね。なんかスクリューブラシ、うん、こういうやつでなんかやるといいとか聞いたこと。たまになったらここからこうやってくるって。え、こう？そうです、ね、ちょっとやってみますね。こうこう、あ、いや、あ、まじか、絡めて。綺麗になったよ、ちょっとだけ。それやると、うん、
綺麗になんか細くこうくっついちゃってたのがマスカラの液でこう離れてくる。やってみよう。玉まつげを一回ビューダーします。でも全然取れないんで、あとちょっとです。下まつげのビューダーの仕方も最近見つけたんです。どうだ。今までは普通にこうやって持って挟んでこうやってやってたんですよ、うん、これをめっちゃ逆さまに持ってこうやっていって下のそこに合わせて挟むとめっちゃ急に下がってくれるんですよ。あ、そこいいよ。でも上のまつげうちさ絡んじゃうんだよ。絡んでる？今前髪がちょっとくるのかな。わあ！びっくりした。ごめん。でこれ下まつげ折りました。めっちゃいい。うん。これ下まつげも塗りやすいからいいですよね。ね、これ細いもんね。うん、これで買ってよかったと思った。じゃあ上も細い方が丁寧にできます。ね、うん。ねこうやって見たら綺麗じゃない？え、ねめっちゃ綺麗。写真撮りたい。終了。はい。え、ちょっとこれ塗りたくなってきた。はい、韓国のブランドの。あ、見た。ラメだね。そう、ラメなんですけど、涙袋に塗りたいなと思ったんで、ね、これはあのつけてすぐやんないと固まっちゃいますよ。固まっちゃいますよ。やめて、少なくていいんでやって。できた。おお、アイメイク完成。アイメイク完成です。じゃあ最後大好きなリップですね。カラーキーの B705 番です。いきますよ。はい、え、唇。かわいい。ね。色が結構リップが濃いからアイメイクのとのバランスがめっちゃちょうどいいですね。うん、あ、めっちゃはめられてる。最近これも使うんで、ちょっと色だけ紹介してもいいですか？え、かわいい。好きそう。その色めっちゃかわいいです。かわいい。フラワーノーズのリトルエンジェル、うん、フェザーマットリップ W05 番。W05 トリピュナルエンジェルで、漢字でもっとなんか天使って書いてます。こういう色です。超かわいい。かわいい。ピンク、オレンジブラウン、なんかオレンジない。ちょっとオレンジ入ってますね。ね、かわいい。かわいい。完成しちゃった。あれ、もしかして？え、終わった？ほのかが出来上がった。ほのか出来上がった。おー、完成。メイクを紹介しました、はい、ナチュラルだね。うん、確かに。でも最近まつげを上げることによって、うん、前より濃くなった気がする。あー、確かに。今日のポイントはまつげというか。そうだね。次回この子のメイクが見たいとなったら、ね、ぜひコメント欄で教えてください。お願いします。今日も最後に見てくれてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ビフォア、え、ビフォア、やだー。はい、出来上がってるので行きましょう。